今週もお疲れ様でした。じゃあ2021年一発目の入門クラス、まあ復習と、まあ、次回に向けての課題送りますんで、頑張って挑戦してください。はい、それではまず、まあ、最初にやったステップの方からやりますね。まあ、どんな感じかちょっと一回やると、足かけてキックするステップですね。かけてキック、かけてキック、こんな感じでしたね。でカウントで言うと、エンカウントでかけてワンでキック、エンカウントでかけてワンでキック、エンワンエンツエンワンエンツ、こんな感じですね。まあ、これちょっとだけ解説しますね。まず足をかけるとき、かけるときはこう膝が前じゃなくて、例えば右足をかけるときはちょっとだけ右に傾けてあげる。で体も正面じゃなくて、体も膝向いてる方に少し入れてあげる。こう膝の向きと上半身の向き一緒に、右だったら右、左だったらちょっと左に向けてあげる。でキックするとき、かけてキックしてるときも、キックしてる方向に体はほぼほぼ傾けたままで大丈夫です。ポンって。このときに逆に広げないで、キックしてる方向に体向けちゃっていいです。ちょっとイメージでいくと、かけてキック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 。1、2、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 
体の向きはだいたい一緒で大丈夫、まあ、そこは注意してもらった方が、まあ、さっき言ったようにかけた時に前向いてキックしてる時に全然方向が違うとこ向いてるとシルエットがそれだけで崩れちゃうんで、意識して膝の向き、キックしてる時体の向き、1、2、ちょっと意識してやってもらった方が、まあ、シルエットがよく見えると。まずはここからでいいんで、ちょっと意識してやってください。はい。はい。そして、手は、まあ、そんなにこう肩に力入れずに、ブラブラしてるイメージなんだけど、キックしてるとき、この瞬間だけ、さっき言ったように、体の向きはキックしてる方向に向いてる。だけど、肩をキックしていると、例えば、まあ、右足をキックしているとしたら、右肩が上に来ているイメージの方が、まあ、シルエットの問題で言うといいかなと思うんで、キックしたときは、キックしている側の肩が上。逆で言ったら、左にキックしたら左肩が上がっているイメージ。そこだけでいいんで、意識してやってもらえると、さっきから言ってるシルエット、が、まあ、いい感じに見えるかなと思うんで、肩の使い方、キックした時の体の向き、ちょっと意識してやってみてください。はい、はい、それでは今言ったのをちょっといろいろ踏まえて前とぐらいやってみますね。まあ最初に言ったんですけど、カウントで言うと円でかけて1でキックね。ちょっとやってみますね。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、こんな感じです。はい、はい、それと後半にやった2歩をちょっと大きく見せようねっていう2歩ですね。だいぶみんな通常の2歩、普通の2歩は様になってきてるんで、ちょっと1歩どうだろうな、応用に近いのかな。両方とも2歩は全然いいんで、速い2歩もいいし大きい2歩もいいんで、速くて大きいが一番いいんだけどね。今回やるのは少し大きく見せたいなっていう2歩。ちょっとどんな感じか一回やってみますね。まず通常の2歩、まあ最初にみんなが覚えた2歩はこんな感じでした。こんな感じね。今回やるのは
途中で足を、クイズで足を広げるイメージ。ちょっとゆっくりやると、わかりました。足を引いてきて、体が横向いているとき、内側にひねったときに、一瞬空中で足を少し広げるイメージ。パッて広げるイメージでやると、少し大きく見える。もう一回逆向きでやりますね。足を持ってきて、飛んだとき、まあ、空中で3歩やってるイメージ。持ってきて、足が来て、っていう感じでちょっと大きめの2歩を今回やったんで、まあ今も言ったんですけど、体をこうひねった時っていうか内側に入れた時、ここだね、ここで空中でちゃんと足を広げるイメージを今回は特に持ってやってみてください。はいはい。そして最後にやった、今年は1月中に覚えようねって言ったセープスの、まあ、始め方ちょっとやったんで、これも少し解説していきます。頑張って。はい、今のセープスの始め方ですね。まあざっくり説明すると、スタート、片手だけついた状態、右手だけついた、逆の人は逆でも全然いいんで、ついた状態からスタートしてもらって、残ってる反対の手を、この時ちょっと大事なんですけど、もともとついてる手の横に置くんじゃなくて、内側に手を一回置いてあげる。で、置いてあげたら、体を、頭を内側に入れてあげて、腰を飛ばしてあげる。そうすると体の向きが、今、こっちに右足、左足、両足ついてたのが、まあ、元々で言うと、こういう状態になってたんで、左側に足が移動する。ちょっともう一回やりますね。この状態から手をここに持ってくる。この時に、この後に同じ繰り返しで、まず右手だけにしてあげる。右手だけにしてあげたら、同じように左手を内側についてあげると、同じように左側に体がくるって返ります。これもう一回やるとこっち側に来るんで、同じように右手だけにしてあげて、左手だけついてあげると、みたいな。まあ、方向で言うと、もともとこっち向いてたら、ほんと左手側に体の向きが1回ずつ変わるイメージ。だからほんと4回で1周してくるって思ってくれていいかな。これはちなみに逆手つく人は逆回りになる。まあ、まずは、体の使い方を覚えてもらいたいんで、もともと軸になっている手をしっかりついてあげて、逆の手がつくタイミングで返す。そこまで来たらもう一回最初の軸の手に一回体重を乗せ替えてあげて、また同じように逆手持ってきて返すみたいな。全部一瞬でこう、なんだろうな、全部が全部つなげようとしなくていいんで、一個ずつどういう風にして回ってるんだろうなっていうのを覚えちゃった方が早いんで、これで覚えると、上半身、まず上半身がひねられて、その後下半身がついてきてんだなっていうのが理解できるんで、セルフスってこういうもんなんだなって分かると、まあ一番近道かなって思います。もう分かんないでやると、両手いっぺんにいっちゃったりして、横にどんどんこう回っていっちゃう人とかね、その場で回っちゃったりするんで、しっかり今やったように一周ちゃんと方向が変わりながら回るっていうのが理解できると、体の使い方も分かってきてる証拠かなとは思うんで、まずは軸手つく、逆手つくときに体を返す、軸手つく、
手をつくときに返す、つく、返す、つく、返す、つく、返す。まずはこのやり方で覚えてみてください。はい。まあ他に注意する点があるとしたら、手軸手ついてるだけだね。お尻を落とさない。まあ単純にこうね、もうこれだけでダメ、もったいないんで、常にこう腰を張ってる状態でやってあげる。から動くっていうのは意識してやってみてください。でテンポよくできるようになってきたら、右手だけをこうつくタイミングをちょっと早くしてあげて返します。ここまで来たら右手つきながら動いてきて、どんどん右手左手ポンとみたいな感じで、つくタイミングをちょっと早めるように挑戦してみてください。